これじゃ通れないわね。別の道を探すしかなさそう。そうだ、線路の上を歩いていきましょう。この状況じゃ電車は走ってないでしょうし。
ここも塞がってる。思い切り押したら動いたりしないかな。もう少し強く押せればどかせそうなのに。そうね、あと二人誰かに手伝ってもらえれば。お、あんた、お前前に会ったやつだよな。わしだ、熊沢だ。熊沢、 あなた死んだはずでは。いやいや、勝手に殺すな。わしはこの通りピンピンしてるぞ。ところでお前たち、バールを持ってないか。あの金庫をここまで運んできたのはいいんだが、鍵を開けても扉が下げているようで開かんのだ。大事なものが入っているから何とか取り出したいんだが、どこかでバールを見つけたら持ってきてくれ。そこの人、親父を助け出すのを手伝ってくれないか。昨日の夕方の余震で突然お店が崩れて、お店の中に取り残されてしまっているんです。大きな怪我はしていないようなんですが、動けないみたいで。おじいちゃん。それは大変だ。救助を手伝います。助かるよ、ありがとう。とは言ってもこれからどうすれば。正面からは入れそうにないし。
地味、そんなに泣かないで。新しいのまた買ってやるから。やだやだ、クーちゃんじゃなきゃやだろ。どうかなさったんですか？娘が大切にしているぬいぐるみを家の中に置いてきてしまって、潰れた家の中に取りに行くと言って聞かないんです。このままだと目を離した隙に取りに行ってしまいそうで心配で、こちらも迂闊に休めないんです。僕がぬいぐるみを取ってくるので、ホームの瓦礫をどけるのを手伝ってください。おお、ありがたい。もちろん手伝います。申し訳ありませんが、よろしくお願いします。でも正面からは入れそうにないし、どうすればいいんでしょう。
それでは皆さん、手助けお願いします。でいてね。確かあの駅は百合ヶ坂駅ね。ずいぶん崩れてる。どうして俺は。どう考えても無